こんばんは。今年最後の心カフェ始めたいと思いますが、まずは1年間、本当にありがとうございました。心カフェを通して私は本当に心豊かに過ごせた1年間だなと思っております。皆さんに感謝でいっぱいです。今日はあまり練習してないですよねほとんど練習してないまあいつも通りゆるくなんとなくできたらなと、はい、素敵なクリスマスイブイブになればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これとりあえず関係なかったので移動します。本日はご来場ありがとうございます。僕がこの心カフェに参加してちょうど1年、去年のは12月24日クリスマスイブ、土曜日でした。その時は朗読しかやらなかったんですけど、でちょっと 1,2,3,4 と、間が空きまして、今年の5月からピアノ&朗読で参加させてもらってます。またこれからも来年もいい年であるようによろしくお願いいたします。ちょっと文章が変だけどね。入ってまずはそうですね、クリスマスはまず楽しみましょう今日は、うん、もう私もう独り身だからもうこういうことなかなかないので非常に楽しみです。皆さんよろしくお願いします。はい、僕も、心カフェに参加させてもらったのが11月だったと思います。一番最初は2回目の参加がこのクリスマスイブだったのかな。で、自分が参加していいのかなと思いながらも、あの温かい先輩たち、と一緒に1年間振り返ると本当に自分も音楽をより好きになれたし、音楽を通して自分を見つめる機会、いただきました。本当に感謝しています。この新橋ラボにも本当に感謝しています。ありがとうございます。メリークリスマス。そして明日クリスマスイブはクリスマス餅つきですね。芝の北四国町純米会館で餅つきをします。はい、ラボバンドメンバーは餅をついて希望が入ってるので今からやるようにしておりますから、よろしくです。本当に1年間ですから、ご苦労様。